実はビーズっていう名前のネーミング、最初はアズ、エイズ、エイアポストロフィー Z、 エイは大文字でアポストロフィーで Z っていう、なんでビーズの最初のプロジェクトの名前はアズっていう名前だったんですよね。だからたまに、だから松本さんも、だから俺たちは最初はアズって言われてたんだぜみたいなことを言ってたことは、なんかなんとなく覚えてますけども、でそれはだから A から Z まで全部の A アルファベットを全部含んでるぞみたいな、そういう風な感じ。なんかその時に商標登録を見たら、商標登録されてたらしいんですよね。なんで、ああ、じゃあもうしょうがない、じゃあ B にするか、とかつって、で、B 図になったんですよね。で、その時も、じゃあ B で始めようって時も、その、なぜか、その、いろんなバンドで売れたバンドっていうのは B から始まるのが多いと。ビートルズがあるからっていうこともあるんですけどね。まあ、それに早かって、みたいな感じっていうふうなことは覚えています。